大きくて見やすいかつ丈夫な腕時計が出来上がったということですね。以降進化を続けまして今は定番モデルへとなっております。気軽に高級時計を楽しみたい人っていうところにいつも焦点を当てて、そして寄り添って進化を遂げてきたという時計なんですよね。皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。さて本日のテーマは今買いたい40万円から80万円の歴史的傑作腕時計ということでお送りしていきたいと思います。40万円から80万円というレンジ、魅力的な時計が非常にたくさんある価格帯だと思います。この中から今回は歴史的な傑作腕時計、歴史的にこれはすごかったというものですね、4本選んでおります。では早速1本目見ていきたいと思います。こちらです。 IWC ボルトギーゼ。IWC というブランドはスイスが誇る優れたクラフトマンシップと米国の近代的なエンジニアリングの融合を目指して作られたブランドです。150年以上続く老舗ですね。人と環境に優しい時計作りということで非常にファンが多いブランドになっております。ポルトギーゼというモデルの誕生は1939年にまで遡ります。ポルトギーゼという名称はポルトガルという意味です。ポルトガル人商人からの依頼によって誕生したんですよね。でこの依頼どういったものだったかというと、マリンクロノメーターに匹敵する精度を持つ腕時計を作ってほしいと、まあ、こういったものでした。マリンクロノメーターというのは航海用の時計ですね。船の位置を確認するために用いられていたもので、高い精度と船の振動に耐える作りというものが必要でした。それを腕に巻けるサイズで作ってほしいという依頼だったわけですね。でこの依頼に対して IWC 腕時計ではなくて、より高性能な懐中時計用のムーブメントを使用してそれを作り上げたということになります。大きくて見やすいかつ丈夫な腕時計が出来上がったということですね。これがポルトギーゼの始まりになります。以降進化を続けまして今は定番モデルへとなっております。ムーブメントはもともと組み立て式の懐中時計用だったところから、エタ社製、エタというのはムーブメントメーカーですね、その汎用機へと切り替えられました。で元々は自社製にこだわらないブランドなんですよね。 IWC というブランドは良い時計を安く届けるためには自社で一から開発する必要は特にないよねということですね。すでにスイス製で優れたものがあるので、それを改良して使えばいいじゃないかっていう考え方なんですよね。でただそこからですね、現在はエタ社製のムーブメント供給制限がかかってしまったので、今はリシュモングループ全体のことも考えて自社製へと切り替えております。また外装の進化ですね。同ブランドのパイロットウォッチというモデルがありますけれども、そこから構造を受け継いで堅牢性を強化しております。より丈夫な時計になったということですね。正面から見るとドレッシーなラウンド型の時計なんですけれども、横から見ると寸胴型タフなスポーツウォッチのような見た目、これ非常に印象的かと思います。でこのポルトギーゼというモデル、歴史的傑作と言われる理由は1939年登場という、そこからの長い歴史と現在までの進化があるということに加えてですね、商人用の時計であったということ、これがあると思います。明確に商人用というのは歴史上おそらくこのポルトギーゼだけなのではないかと思いますね。それまでの実用腕時計というと軍用と、あとは上流階級の方たちが楽しむスポーツ用というのはあったんですけれども、商人、ビジネスマン、こういった新しい生き方にスポットを当ててできた時計というものはおそらくこれが最初であり、今現在も唯一の時計なんじゃないかなと思います。はい、ということでまずは1本ポルトギーゼというモデルをご紹介してきました。改めましてこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。今回のテーマは今買いたい40万円から80万円の歴史的傑作腕時計ということですね。先日公開した動画、ロレックスやパテックフィリップなど物がない、値上がりが加速して買えない、頑張ってくれロレックスというものがありました。ご覧になっていただけた方たくさんいらっしゃるかと思います。でこのコメント欄なんですけれども、欲しい時計が買えないのは辛いよねっていうお声がねたくさんあったわけですね。でまあ改めて思ったんですけれども、何も魅力的な時計はロレックスだけじゃないよなっていうことですかね。煽るつもりはありませんけれども、私たち自身ロレックスから入ったのは入ったんですけど、その後少しずついろんなものに興味が出てきてですね、その中でたくさんの運命的な出会いを経験してきました。ということで今回は実勢価格ベースで80万円以下の時計ですね、その中でも各ブランドを代表するようなモデルに焦点を当てましてご紹介していきたいと思います。そうそう、これも気になる時計なんだよねみたいなことで再発見していただけたらと思います。また今回ですね、分かりやすい時計並びますけれども、
今後注目したいちょっとマニアックなモデル30万以下でチョイスした動画というものも近日公開したいと思っております。そちらもぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。よろしければチャンネル登録ぜひしていってください。やる気が出ます。では続いて2本目ですね。こちらタグホイヤーのモナコという時計です。この時計1960年代に登場したんですが、1960年代というととある機構を持った腕時計の開発競争があったのを皆さんご存知でしょうか。機械式腕時計において20世紀最大の発明とも称される機構、自動巻きクロノグラフですね。自動車の普及によってカーレースに熱狂するファンが急増していた時代です。そこでタイム計測が可能なクロノグラフのニーズが高まったと。当時のクロノグラフ市場をリードしていたのはオメガというブランドです。スピードマスターという時計ですね。でこのオメガより先に自動巻きクロノグラフというものを実現すれば新しい市場を切り開けるということで、そこにですねいろんなメーカーがチャレンジしていたわけですね。先行していたのはゼニスというブランドです。1962年よりプロジェクトを進めておりました。そしてここに挑んだのがプロジェクト99と呼ばれるチームでした。当時まだホイヤー、レオニダス名だった現タグホイヤーの開発チーム、それからブライトリング、そしてハミルトン、ビューレン、デュオアデプラという、そうそうたるメンバーの企業連合なわけですよね。で彼らがその自動巻きクロノグラフの開発、そして先行していたゼニス、それからオメガ、ここに挑んでいったという流れになります。でこのプロジェクト99というチーム、今並べたブランド名、これそうそうたるメンバーなんですけれども、その中にいた人物っていうのがまたねこれがすごい人たちなんですよね。当時のホイヤーの社長ジャック・ホイヤーという人物なんですけれども、彼は後に名作彼らを生み出すこととなる人物です。また同じ時ブライトリングを率いていたのはウィリー・ブライトリングという人物。この人はクロノマットとナビタイマー、これもまたね歴史的な名作ですね。これを後に生み出すこととなる人物でございます。そういったそうそうたるメンバーで構成されていたのがプロジェクト99というチームなんですよね。本来ライバル同士となる企業のはずなんですけれども、彼らが集まって一つの自動巻きクロノグラフというこういった機構にチャレンジしたっていうこと、これがいかにすごいことか、時計業界全体の大きな夢だったということがお分かりいただけるかと思います。で実際に最初に実現したのはゼニスというブランドです。かの有名なエル・プリメロのプロトタイプ発表したのは1969年の1月10日ですね。その後ジャック・ホイヤー、ウィリー・ブライトリングが率いるプロジェクト99ですけれども、そのゼニス、エル・プリメロの登場に嘘だろうとつぶやいたという話もありますけれども、同じ研究3年間進めていたということがあって、なんとか同じ年の3月に発表をできるということになったわけですね。プロジェクト99が作り上げたのはキャリバー11という機械になります。どういったものかというと、ちょっと専門的な言葉が並ぶんですけれども、マイクロローターという小型の自動巻き機構、そこにスイングピニオンという水平クラッチ、そしてクロノグラフモジュールを組み合わせたこういったムーブメントでした。でそれを用いて各々のブランド名でモデルを出していくと、そういった流れになったわけですね。ハミルトン名ではクロノマチック A というモデル、そしてホイヤー名でモナコというモデルが誕生したという流れになります。そしてどちらも巻き上げ不要、自動巻きであるということを視覚的に分からせるためにリューズは左側に置いたっていうね、ここも有名な逸話ですね。そしてこのモナコというモデル、歴史的名作と呼ばれる理由なんですけれども、世界初の自動巻きクロノグラフのうちの1本だったということと同時に、世界初の角型の防水時計であったということもあります。当時防水ケースというものはすでにありました。あったんですけれども、角型のものっていうのはまだ実現されていなかったんですよね。丸型に比べて角型の時計というものは角がありますから、その角の部分の防水がもうこれかとにかく難しかったということですね。でこのモナコがそれを実現して見せたということになります。でこのモナコの登場以降、その技術を応用したかどうかはちょっと分かりませんけれども、角型でも防水はできるんだということが分かったということは、もうこれは間違いない事実ですよね。ということでその後ですね、カルティエのサントスやタンク、それからこの後ご紹介するジャガールクルトのレベルソー、角型時計の有名な時計ですけれども、これらも防水性能を得ることによってさらにヒットしていったと、そういった流れがあります。なのでこのモナコという時計、実用時計においては非常に重要な歴史のターニングポイントにいた時計なんですよね。こういったところにロマンを感じてこの時計買われる方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。さて続きましての歴史的名作、こちらでございます。ジャガールクルトのレベルソですね。これも唯一無二な時計だと思います。
誕生したのは1931年ですね。イギリス人商工からのポロ競技中にも使える時計をという依頼に応えて誕生しました。時計師として見た場合、1931年というのはまだ懐中時計から腕時計の過渡期ですね。腕時計を作っていたのはカルティエ、ロレックス、あとはパテックフィリップ等の運上ブランドぐらい。なのでまだ当時、腕時計というと華奢なものが多くて、振動や衝撃ですぐ壊れるっていうのが当たり前な時代でした。そこにポロ競技という馬に乗って行う激しい球技の最中に腕時計をつけたいなんて、もうこれね、非常におかしい依頼なんですけど、まあ、これ多分ね、例えだったと思いますね。おそらく激しい動きでも壊れない時計、これを例えての表現だったんじゃないかなというふうに思います。でこの依頼がですね、ジャガールクートというブランドを腕時計ブランドへと進化させることとなったということは、これ間違いない事実かなと思います。ジャガールクートもともとムーブメントメーカーなんですよね。小型、薄型のムーブメントを得意としまして、パテックフィリップやオーデマピゲなどに収めていたという実績があります。自社では懐中時計と置き時計はそれまでに作っていたんですけれども、腕時計というところにはまだ踏み切っていないというタイミングでした。ここにイギリス人商工からの依頼、あまりにも無謀だったと。それをですね、パテックフィリップにじゃあ作ってとか、オーデマピゲさんにじゃあこういう依頼があったから作ってねみたいなことっていうのは、まあ、するということは考えられなかったんでしょうね。無謀だったということで、まあだったら自分たちで作ろうかっていうふうになったんじゃないかなと思います。まあ、こういったことで誕生したレベルソという時計なんですけれども、このレベルソが傑作と言われるゆえんは、反転ケースという非常に特徴的な設計、これはもちろんのことなんですが、目に見えない部分でのユニークさがあるっていうことだと思います。それはポロ競技用という一つのスポーツ競技のために作られたということかと思います。まあ、実際は例えだったとは思うんですけれども、ただ一つの競技用に作られた時計というのは今現在も珍しいですよね。で当時それまで作られていた市販時計というと、航空機の運転中につけたいとか、自動車の運転中につけたいとか、あとは登山用、こういったものはあったと思います。使用目的の幅が結構広かったわけですね。で現在においてもダイバーズウォッチ、レーシングクロノグラフみたいな括りの時計あるんですけど、例えばサッカー用の時計とかゴルフ用の時計とか、一競技にスポットを当てたものっていうとかなり少ないですよね。でこのレベルソという時計は一つのスポーツ競技用に作られた世界最古の時計という位置づけなんですよね。今現在はスーツに合う時計の代表格として知られますけれども、眺める際にはぜひですね、このことを思い出していただいて楽しんでいただければと思います。ではラスト4本目ですね。こちらオメガのシーマスターアクアテラというモデルです。シーマスターという括りでは1948年に登場しています。現代にまで続くスポーツウォッチでもかなり古くからあるものの一つですね。実はスピードマスターのルーツもシーマスターですし、デビルというラウンド型の時計のルーツもこのシーマスターというところにたどると行き着くというものになっております。現行シーマスターシリーズサブコレクションとして様々な展開がありまして、アクアテラもその一角ですね。発売されたのは2000年代の初期なので結構最近の話になります。先の3本みたいに歴史的なストーリー、かなり長い歴史があって、その中でかなり重要なターニングポイントがあったんだよみたいな話っていうのは、実はこの時計はないんですよね。じゃあ4つ目、あえてなんでこれを選んだのかっていうことなんですけれども、これはですね、時代に合わせて柔軟に変化してきた時計だからというのがあります。その変化の過程がなかなか面白いんですよね。ざっくりどんな風に変化してきたか、進化してきたかというと、まず1959年にシーマスターという時計、回転ベゼルを装備しまして、300メートル防水の本格的なダイバーズウォッチへと進化しました。そしてその後の時代ですね、そこまで激しいスペックは正直必要ないよね、ただ防水性能は欲しいよねということで、スペックダウンして登場したのが120メートル防水、回転ベゼルなしというバリエーションでした。これがですね、スーツにもカジュアルにも使いたいと、こういった要望に応えたわけですね。そしてここからもう一回大幅なリニューアルを受けたのがアクアテラというモデルです。防水性能を120から150メートルへと若干アップしました。そして対磁性能も強化しました。対磁性能というものはやはり現代人には必要なものですよね。パソコンであったりスマートフォン身近にありますからね、ということでそこに配慮した性能というものが追加されたわけですね。でデザインはよりエレガントでスタイリッシュなものへとブラッシュアップしました。とてもダイバーズウォッチから派生してここに行き着いたとは思えないほどイケメンな時計になったんですね。そしてこの時ケースサイズも5ミリ大きくなりまして41ミリへと変更されております。
で、この直後、2000年代初期なんですけれども、デカーツウォッチブームが到来してるんですよ。こういったところ、時代先読みして5ミリ大きく、十分にあり得るかと思います。現在メンズの三振ウォッチのスタンダードサイズというと40ミリから42ミリですよね。で、ここにドンピシャに当てはまってるっていうのを2000年代初期にこれをやってのけたっていうのが結構早かったんじゃないかなと思います。さらにその後ですね、今現在小さいサイズを求める声っていうものも実はありますよね。メンズサイズで40から42はさすがに大きいよなっていう方もたくさんいらっしゃるんですよ。ということでアクアテラ、今現在38ミリのサイズも用意されています。さらに女性用のサイズもありますから、ペアで楽しむこともできるということなんですよね。まあ、とにかくですね、その時代それぞれの現代人に合わせてこういった進化を遂げてきたというのがこのアクアテラという時計になります。初心者でも扱いやすいように非常に丈夫で、定期メンテナンスの周期が他のブランドの機械式時計よりも長いっていうところもいいですね。気軽に高級時計を楽しみたい人っていうところにいつも焦点を当てて、そして寄り添って進化を遂げてきたという時計なんですよね。言い換えるとこのアクアテラという時計、今の高級時計に求められているニーズをこうギュッと形にしたもの、時代が作った傑作と言っても過言ではないかなというふうに思います。はい、ということで本日は40万円から80万円で買いたい歴史的傑作腕時計ということでご紹介させていただきました。今回時間の都合上4本しかピックアップしなかったんですけれども、やっぱりこの価格帯で歴史的傑作っていうと本当にたくさんあるんですよね。語れるものっていうのは非常に多い、特に実用時計のジャンルになるんですけれども、たくさんあると思います。進化の過程でこうなってったよみたいな話がですね、もうキリがないぐらいできるので、まあ、このあたりはですね、ぜひ過去の動画、ヒストリー動画であったり、あとはピックアップ動画というふうに我々呼んでますけれども、各モデルごとに魅力を深掘りしたものなんていうのもありますから、ぜひそちらをご覧いただければと思います。概要欄に再生リストのリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。